音楽業界には大小様々な賞がありますが、1996年にイギリスで始まった黒人由来の音楽を表彰するモボアワーズ。この賞は UK ラップ好きであれば注目しておきたい賞です。モボアワーズではベストヒップホップアクトやベストドリルアクトなど、その年誰がベストかを割と細かく分類されて表彰されますが、中でも最も注目されるのがその年ナンバーワンの男性アーティストを決めるベストメールアクトではないでしょうか。2022年モボアワーズにノミネートされたのは6人の UK ラッパーたち。今回はこの UK で最も熱々な男性ラッパー6人を紹介します。 UK ラップシーンってどうなってんのとか、何から聞けばいいのっていう人たち必見です。ティオン・ウェイン。現在29歳のヒットメーカーであるティオン・ウェインは2010年にキャリアをスタートさせて、近年その人気は爆発しています。YouTube でティオン・ウェインの名前を検索すれば数千万再生のミュージックビデオがバコバコ出てきますが、それは UK の目まぐるしく変化する音楽シーンに柔軟に対応してきた結果です。 UK ではダンスホールやアフロビーツから派生してヒップホップの影響を受けたアフロスイングというジャンルの人気が確立されています。これはなんていうかジャマイカとかアフリカの風味を感じるラップって感じなんですが、ティオン・ウェインはもともと2010年代半ばにはそのアフロスイングを代表するアーティストの一人として活躍をしていました。その頃のいわゆるオールドティオン・ウェイン時代のヒット曲は Can't Go Broke や Bae などで、時代を感じるチェーンの長さと映像の質感とともに YouTube で楽しめます。一方その頃の UK のアンダーグラウンド、シカゴから渡ってきたドリルが徐々に UK の色に染まりながら地上に出る機会を伺っていました。現在では無事爆発して、ドリルといえば UK ドリルのエッセンスが必ず入っているような巨大ジャンルに成長しましたが、ティオン・ウェインはその時代の移り変わりに柔軟に対応をすることで、現在彼はこれまでにない人気を獲得しています。ティオン・ウェイン、ラスミリオンをはじめ様々なラッパーたちによる2021年発表のボディは、ドリルとして初めてイギリスシングルチャート1位獲得の偉業を達成。その他 UK 以外の複数国のチャートでも首位や上位に食い込んでいます。2021年のデビューアルバムグリーンウィンズ MB はバンガーに次ぐバンガーで、ドリルからアフロスイングまで多彩なティオン・ウェインを表していて飽きないアルバムです。もう瞬きする間に若手が溢れ出てくるラップシーンにおいて、常にトップに続けるのは至難の業ですが、キャリア10年を折り返して現在ティオン・ウェインは UK 屈指のヒットメーカーとしての地位を確立しています。ディガ D。 2000年生まれのラッパーディガ D がシーンに現れたのは、 UK ドリルがメインストリームで躍動するための準備運動が終わりかけの時ぐらいで、 UK ドリルの発展とともにディガ D も発展してきました。UK ドリルの成長はディガ D の成長、 UK ドリルの申し子と勝手に呼ばせていただきます。ディガ D の注目すべき点は、彼が注目を集め始めてからキャリアのほとんどを警察の監視の下で過ごしてきたということです。日本の中1にあたる8年生の時に大麻所持で捕まり、学校を退学してから彼はこれまで刑務所の出入りを繰り返してきました。UK ドリルがメインストリームで影響力を拡大していくと、その暴力的な歌詞やミュージックビデオが暴力を助長するとした警察はディガ D をターゲットとします。彼が新しい曲やビジュアルをアップするときには、アップから24時間以内に警察に申請し、その歌詞などが適切かどうかの審査を受けなければならず、違反すればまた捕まるという状況です。ただ今のディガ D はどうでしょうか。彼は制限の中で UK ドリル最大のラッパーの一人に上り詰めています。彼はダークで暴力的な UK ドリルの核となるとこを基本としながらも、そこに遊び心も交えてきました。例えばノーダイエットのミュージックビデオでは、ドラッグをコーラにして銃をゴルフクラブに持ち替えており、2022年4月発表のミックステープ Naughty by Nature は UK アルバムチャートで堂々の1位を記録しています。ディガ D は紛れもなく UK ドリル最大の立役者の一人でしょう。マックス。今回のリストの中ではおそらく一番知名度が低いラッパーでしょう。彼のスタイルは今回のリストのラッパーたちの中でも特に異質で、表舞台では見過ごされてきたかもしれません。しかしそれでもナックスは数年前から徐々にメインストリームでも認知されるようになり、その時から彼を知る人であれば、今年ここにノミネートされたっていうのは、いやめでたいっていう感じだと思います。近年ドリルの勢いがあった UK のラップシーンにおいて、ナックスのジャズやグライムの影響を受けたサウンドは際立っており、それがここまでの評価を受けるのはすごいことです。そんな彼がメインストリームに名前を刻んで最大のヒット曲となったのがホーム。
ジャジーなビートとストーリーテリング、そして団地で撮られたミュージックビデオはもはや映画を見てる感じです。その物語は基本的には帰ろうかもう帰ろうよなんですが、ロンドンのダークサイドバージョンです。ロンドンの黒人少年が母親の忠告を無視して仲間と夜の街に出て、最終的には女性関係で苛立ちナイフで事件を犯してしまうというものです。この情景が浮かんでくる映画のようなストーリーテリングも彼を独自のアーティストとして際立たせる要因でしょう。彼の最新アルバムであるアルファプレイスはケンドリックの新アルバムと同じ時期だったんで、そっち聞くのに忙しいという人も多かったと思いますが、ナックスの方も聞き応え抜群です。彼はすでにストームジーなど大物ラッパーとのコラボも実現させており、独自のレーンを走るラッパーとしての地位を確立していると言えるでしょう。セントラル C。 セントラル C がメインストリームで頭角を現し始めたのは2020年ですが、その成功は UK を飛び出してイギリス国外での人気、知名度なら一番のラッパーかもしれません。世界中で大人気ですから、最近は常にツアーに出ていて、 UK のラッパーだけとほぼ UK にいないでおなじみです。音楽的にはドリルラッパーに分類されますが、採用するビートもかなり多彩で、ローディングみたいにジャズをサンプリングしたものもあれば、オブセストウィズユーみたいにポップのサンプリングだったり、ドリルってなんか怖くて暗くて一緒に聞こえるんよねっていう人でも楽しんで聴けると思います。そしてそんな音楽的な魅力もそうですが、彼がここまでビッグになった大きな要因の一つがマーケティング。彼が天才と称する覆面マネージャーの YBs と共に、センチはこれまでの UK ラッパーたちがやらなかったことも切り開いています。それは最大のマーケットを持つアメリカのシーンでの人気獲得にもつながっていて、アメリカ最注目ラジオの一つでは UK スラングを分かりやすく説明するフリースタイルを披露することで UK と US の橋渡し、ミュージックビデオ界で一番数字を持つリリカルレモネードからは TikTok 大バズり間違いなしのパンチラインを持つ曲ドジャのミュージックビデオをリリース。彼のこういうムーブは UK を飛び出した人気を獲得するのにつながっています。もっとセントラルシーンについて知りたいっていう人は、生い立ちからラッパーとしての成り上がりをまとめたドキュメンタリーも出しているので、後で見てみてください。 D ブロックユーロップ。ヤンガーズとダートバイク LB からなるラップグループ、 D ブロックユーロップは UK ラップシーンで独自の存在感を放っています。UK ラップウェーブやトラップウェーブなんて言われ方をしますが、オートチューンをかけたメロディックなラップに歌詞はストリートやセクシャルな内容、和訳とかしてしまったら顔をしかめたくなる系ですが、音的にはおそらく皆さんが普段よく聞いているアメリカの影響も強くて、非常にキャッチーなメロディーで聞きやすいと思います。彼らは今ツアーをやれば即完売、曲を出せば必ずチャートの上位に食い込んでくるほどの人気ですが、決してポットでここまで来たわけではありません。現在27歳のヤンガーズはわずか15歳の時にニューヨークの OG ジェイダキスの目に留まってコラボをし、レーベルともサイン。後にダートバイク LB も本格的に参加することになりましたが、その時から UK の伝統に縛られない彼らのサウンド探しは始まっていました。現在彼らは UK でもトップクラスの人気を持つラップグループです。デイブ。デイブは UK 最高のラッパーを決めるディベートに必ず名前が上がると言っていいほど、その地位を盤石なものにしています。デビューアルバムサイコドラマはイギリスまたはアイルランドで最高のアルバムを表彰するマーキュリー賞を受賞。ライブパフォーマンスもうまいし、演技までできる、もう20年業界でやってきましたみたいな風格が漂ってますが、恐ろしいのはこのラッパーがまだ24歳だということです。彼がこれほどまでに成熟している裏には、そうならざるを得なかった厳しい家庭環境がありました。ナイジェリア人の両親の元で生まれたデイブですが、彼が生まれてわずか数ヶ月の時、父親がビザの問題でナイジェリアに強制送還、2人の兄も刑務所に入りました。そんな環境で生まれ育った彼の楽曲はイギリスの黒人移民の声を代弁し、ワードプレイでも高い評価を受けています。そしてチアゴシューバみたいなグライムの曲もやるし、ピアノも弾ける、システムみたいなアフロスイングや時にはドリルも採用。年齢詐称を疑いたくなりますが、実績実力ともに少し UK でも抜けた存在だと思います。今回はモボアワーズ2022メールアクトの候補者6人を紹介しました。受賞式は UK の11月30日ということですが、今回紹介したアーティストたちが UK でもトップラッパーたちなのは間違いありません。セントラル C がもっと気になる人、 UK ドリルってなんぞやっていう人はこの2つの動画も見てください。今回もご視聴ありがとうございました。